平安鎌倉武将紀行源頼朝、真鶴半島の貴船神社頼朝の腰掛け石に来ています。こんな高いところにというか下なんだと思うんですけどね、これ頼朝がね腰掛けたと。真鶴半島は房総に見える前にですね、この近くのすぐ通りのところに一戸の岩屋、前回も動画でご紹介したところですね、そこに身を潜めたと。他にもそれらしいところはあるんですけども、人田の岩屋が一番有名ですよね。で、この辺、頼朝が当然歩いていたんで、ちょっと腰掛けたと。夜中に阿波の国に落ち延びる船出計画や倒幕、倒幕じゃない、幕府を創建するという軍を重ねて、まだ幕府っていう感じではないと思いますけどね、とりあえず生き延びるということを模索していたんだと思いますね。馬の絵が描いてありますね。だから向こうにも書いてありましたけど、こう地盤沈下というか昔の写真が残っていて、白黒の海の位置が全然違うんですよね。だからこれが多分その元々の、この高さまで水があったかどうかは分かりませんけども、この神社も整備されて今のような状態になってますからね。非常に有名な神社で、木舟ですね。ここはね、木舟っていろいろあるんですが、字もいろいろですけど、こちらは船舶の船の方ですね。ご由緒が書いてありますね。史跡としてはこれだけなんですけどね。頼朝の腰掛け石でした。